戸田建設株式会社は日本の建設会社。日本の純大手ゼネコンの一社。建築を主体事業とする企業。歴史的建造物など戦前から観光庁関連や大学関連に数多くの実績を持ち、特に医療、福祉関連施設を多く手掛けている。同じく土木を主体とする純大手ゼネコンの西松建設と技術提携を結んでいる。 最も大きな特徴として、堅実経営が挙げられ、ゼネコン屈指の強固な財務体質を備える。自己資本比率35.8%と、業界トップレベルの安定性を持ち、有利子負債を上回る預金を持っており、事実上の稀有な無借金ゼネコンでもある。こういった良好な財務体質から、R&I 等の格付けにおいて、大手ゼネコンに並ぶ A マイナスに位置づけられるなど、 社会的な信用、評価は高い。他の特徴として、等が挙げられる。基本情報2021年3月9日、閲覧市販機報告書、財団概要一般財団法人戸田未来基金、戸田建設、担い適正、戸田未来基金設立、今井正則理事長に聞く。佐藤工業株式会社の株式の取得に関する。 お知らせ戸田建設2018年10月26日、弊社の株式譲渡について佐藤工業2018年10月26日、福山で高さ15メートルの重機横転通行人に、怪我は、なし山陽新聞、2010年4月13日閲覧。ありがとうございます。